三菱グループエネオスグループエネオスホールディングスエネオスホールディングス株式会社は2010年4月1日に設立されたエネオスグループの持ち株会社石油生成販売大手の新日本石油株式会社と新日光ホールディングス株式会社が経営統合をすることを目的として共同で株式移転を実施し設立された経営統合の背景には 金融危機による景気交代や環境問題に橋を発する石油製品の需要源といった当時の状況があり規模拡大による生産力、販売力の強化が不可欠と判断されたためである。国内石油卸し1位の新日本石油と同6位の新日港ホールディングスとの経営統合は業界内では1999年に日本石油と三菱石油とが合併して 以来約10年ぶりの大型再編であった。両者合わせたガソリンスタンド数は1万3000で2位のエクソンモービルの2倍以上、燃料油販売量の国内占有率も約34%という圧倒的シェアとなった。また統合後の売上高約12兆円は国内産業界では日立製作所と肩を並べ、トヨタ自動車や三菱商事等に次ぐ日本有数の大企業誕生となり、 石油会社としても、世界で、売上高第8位を確保した。経営統合に伴う人事では、初代会長に新日赤の西尾進路が、初代社長には、新日高の高萩光則がそれぞれ就任し、新日赤の私文明会長と、新日高の清水康幸会長は、相談役に退いている。2012年6月には、新日高出身で、 j x エネルギー副社長の松下磯が HD 社長に就任し、新日赤出身で j x エネルギー社長の木村康氏が代表権のある j x エネルギー会長を兼務する形で HD の代表権のある会長に就任。これにより、たすきがけどころか、社長は新日光側、会長が新日赤側という構図は崩れなかった。これは、 経営統合から8年間経った2018年6月に新日赤出身で JX エネルギー社長の杉森勤が HD 社長に就任するまで普遍であった。中核の事業3社についてはいずれも3代続けて JXTG エネルギーは会長、社長ともが新日赤側、JX 石油開発が新日赤側、JX 金属が 新日光出身者が就任している。石油会社としては、規模的に大きく勝っていた新日石と、非鉄金属メーカーから、石油事業に進出した来歴を持つ、新日光側で、事業部門を住み分けしつつ、ホールディングスにおいては、新日光の伝統に若干考慮したトップ配分となっている。また、2018年時点においては、旧三菱石油出身者は、 ホールディングスの役員には一人もついておらず、新日籍誕生時に期待された財閥ブランドの力は、相川財閥の本家でもあった、新日港との再合併によって希釈される結果となった。こうした当初の休日港と休日籍が対等に、上層病はかつ、初期体制を経て、二千二十年現在は、後者が会長、社長、副社長にを占め、休日港、 旧当年が副社長各一という形となっている。当社は新日本石油の前身会社の一つである。三菱石油の流れから、三菱グループに属し三菱金融会及び三菱広報委員会の会員企業であるとともに、新日広ホールディングスの流れから、旧日産系の会社から構成される、春光今話会のメンバーでもある。2017年4月1日付で、 当年ゼネラル石油との間で株式交換を実施して完全子会社化の上で子会社の JX エネルギーが当年ゼネラルを吸収合併。株式交換比率は当年ゼネラル一株に対して JX エネルギーの株式を2.55株割り当てる形となる。これに伴い HD の社名は JXTG ホールディングスに JX エネルギーの社名は JXTG エネルギーに解消された。上勤役員は2019年4月現在、新日赤出身者が社長以下3人、新日高出身者が会長以下2人、当年ゼネラル出身者が副社長以下2人となっている。これによって同社は売上高で、この子フィリップスを抜いて世界第6位となり、スーパーメジャーに匹敵する石油会社になる。 2019年11月28日、定時株主総会において、社名をエネオスホールディングスに変更すると発表した。合わせて、中核司会者の JXTG エネルギーもエネオスに社名を変更するとともに、エネルギー事業にて用いるグループ名称もエネオスグループとすることを告知しており、2020年6月25日に変更された。 旧本社中核事業会社その他のグループ会社、エネオスグループを参照旧新日本石油には、社会人野球チームである、新日本石油、エネオス野球部が、一方の旧ジャパンエナジーには、社会人女子バスケットチームのジョモサンフラワーズがあったが、グループ内の組織再編に伴い、社会人野球チームの名称を JX エネオス野球部に、 女子バスケットチームの名称を JX サンフラワーズ。さらに、旧ジャパンエナジーが共賛してきた、ジョモウィンターカップも JX エネオスウィンターカップとして行われることになった。2017年度以降も、全国高等学校バスケットボール選手権大会でも共賛している。一方で、旧東年ゼネラル石油が主催してきた、東年ゼネラル児童文化賞及び、 当年ゼネラル音楽賞については、それぞれ JXTG 児童文化賞、JXTG 音楽賞へ改賞された。なお、企業スポーツ活動、創作童話賞、児童文化賞、音楽賞ともに当社が、所属会社となり、子会社のエネオスの運営となった。一方、ウィンターカップは、当社エネオスともども特別協賛者となる。2020年6月に、 エネオス株式会社へ社名変更されたのを機に、社会人野球チームはエネオス野球部に、女子バスケットチームはエネオスサンフラワーズに、創作童話賞はエネオス童話賞に、児童文化賞はエネオス児童文化賞に、音楽賞はエネオス音楽賞とエネオスを関した名称に統一、変更された。ありがとうございます。